こんにちは。13時59分になりました。3月9日の相場解説になります。今日はですね、週が明けて午前中の予測も裏腹にですね、すごい事件が起きております。まあ日経平均株価の方もそうなんですけども、ドル円の要するにね、円高がものすごい進んでるんですよ。朝お話したのは、ここの窓を開けて窓を埋めるようだったら売りに入りましょうって言いましたよね。で、窓を埋めないようだったら、これはこの買いを取っていこうということで、まあ結局ね、全体の流れが売りに入ってるよってことは申し上げたと思うんですよ。ただすぐ売りに入るんじゃなくって、まずこの窓埋めがどうかなってことを確認してからっていうお話をしたと思いますけども、窓を埋めるどころか、なんとですね、どんどん下がってるわけなんですよ。一時期101円まで行きましたね。すごいですね。こういうふうな形で進んだということですね。で、この後、もう一回、この N を書くような形で、大きく下がるかなっていうのは、このアリゲーターラインの広がりとね、100日同平均線で大体察することができるのが1時間軸なんですけども、ちょっとね、ここで週足を見てみましょうか。週足見ていただくとすごいことが起きたってことが分かります。これが、これが昨年の1月3日ですよ。で、これが一昨年です。で、これが今です。そして2016年、ね、遡ること4年前がここですよ。で、3年前がここ、2年前がここ、昨年がここって考えると、見てください。4年ぶりにこの水準なんですよね。この水準。4年ぶりですよ。だからね、異次元が来たと。4年ぶりの相場が来たってことです。こういうふうな流れで取れていたわけなんですけども、で、前回もね、こういうふうに線を引きましたけども、ちょっとこれはね、どう考えればいいってことをこれからお話しますね。ターゲットとする時間軸を大きく変えないといけないんですよ。時間軸じゃないよ。金額ですね。だいたい103円から101円の間に主戦場をですね、変更しなければなりません。この間です。これからこのレンジで推移するっていうふうに考えていって、本当にですね、今朝とか先週なんて104円とか105円とか106円の話してたじゃないですか。そういうところにはもう来ないってことですね。そういうふうに考えた方がいいと。この辺はもう来ないです。この辺はね。まあ、ですので、これからの戦場は、この辺りに設定して、この2つのヒゲも投資家さんよく意識するところだと思いますし、窓の下のこのチャートバーもね、よく意識するところだと思うんですよ。104円から101円の間で、これからね、推移してくるもんだと思いながら、今日後半を見ていきましょう。すごい、だから値下がりをしましたよね。すごいです、これは。なんとも言えないです、これは。すごい、異次元ですね。